ヨークはアメリカ合衆国ペンシルベニア州の南部中央に位置する都市である。バラ戦争に倣って白バラの市としても知られる。2010年の人口は43,718人であった。ヨークはヨーク軍の軍長所在地である。大陸会議ゴールデンプラウヨークの町は1741年に フィラデルフィアから来た入植者たちによって作られ、イングランドの都市と同じ名前を付けられた。1787年9月24日には、ボロになり、1887年1月11日に、市となった。アメリカ独立戦争中に、ヨークは一時的な植民地首都となり、大陸会議が開催された。連合規約はヨークで起草され批准された。 コンウェイ陰謀と呼ばれるジョージ・ワシントン将軍に対する政治的陰謀はヨークのゴールデン・プラウという酒場で練られた。南北戦争中、南軍に占領された北部最大の町となった。1863年6月28日から30日にかけて南軍の少将ジュバル・アンダーソン・アーリーの師団がヨークに滞在し、ジョンビー・ゴードンの旅団が ライツビルのサスケ花川まで行軍し戻った。アーリー少将はロバート・イーリー将軍の命令によって西方へ向けて街を去る前に市民や商人から食料、物資、衣類、口それに現金2万8000ドルを進行させた。ヨークにあった合衆国陸軍病院はアンティータムの戦い上げティスバーグの戦いで傷ついた数千の南軍兵士の看護を行った。 南北戦争以後の時代、ヨークは地域農業の中心のままであったが、徐々に重要な産業の中心になってきた。例えば蒸気機関、鉄道線路の製造、製紙などが先端となった。今日のヨークは、ウエイトトレーニングやボディビルなどに使用されるバーベルの生産では中心地である。合衆国重量上げ電動が市中にある。 自動に輪車を製造するハーレー・ダビッドソンの工場がヨークにあり、同社の従業員のほぼ半数がここで雇用されている。ヨークには水力発電用タービンの主要メーカーが2社ある。ボイス・シーメンスハイドロ社とアメリカンハイドロ社である。どちらもその工場で数多くの部品を生産している。ヨークに本社がある会社はヨークインターナショナルのジョンソン・コントロールズがあり、合衆国でも 最大クラスの冷暖房空調設備メーカーである。1998年2月2日に、ヨークインターナショナルの工場で大規模な爆発が起こった。プロパンガスの貯蔵庫から漏れたガスに引火したもので、爆発の振動は25マイル離れた地点でも感じられ、近くの窓ガラス破壊し、ドアを吹き飛ばした。約20名が爆風で負傷し、1名が死亡した。爆発は、 要因の交代時間であったために被害は軽くなった。大きな百貨店の会社座、ボントンや建設会社、キンズレイコンストラクションもヨークに本社を置いている。スターバックスは全世界で4つの焙煎工場を持っているが、そのうちの1つがヨークにある。ロックバンドのライブはヨーク出身である。2001年にヨーク市長のチャーリー・ロビンソンが1969年に 若い黒人女性、リリー・ベル・アレンを人種暴動の中で殺害したことに関わっていたとして逮捕された。ヨークは、北緯39度57分46秒整形76度43分41秒、北緯39.96278度整形76.72806度、39.96278-76.72806に位置する。 アメリカが州国統計局によれば、総面積13.6平方キロメートル、陸地面積13.5平方キロメートル、水域面積0.2平方キロメートルであり、水域率は1.14%である。2000年の統計によると、ヨーク市の人口は4282人、16137世帯、9246家族が住んでいる。 人口密度は3034.0人平方キロメートルである。家屋数は18,534件であり、家屋密度は1,376.2件平方キロメートルである。人種構成は、白人59.75%、黒人25.13%、ネイティブアメリカン0.42%、アジア系1.40%、 太平洋諸島出身者0.07%、多民ン族9.40%、2種以上の根結3.83%となっている。ヒスパニックあるいはラテン系は17.19%である。16,137世帯があり、そのうち30.9%は18歳未満の子供と同居している。31.0%は同居している既婚者。 20.6%は夫のいない女性の世帯、42.7%は非家族である。一人住まいは33.1%、10.7%は65歳以上の独居高齢者である。1世帯あたり2.48人、1家族あたり3.17人となっている。年代別構成を見ると、18歳未満28.4%、 18歳から24歳まで11.4%、25歳から44歳まで30.1%、45歳から64歳まで19.1%、65歳以上10.9%となっている。年齢中央値は31歳である。女性100人に対し男性は93人、18歳以上の女性100人に対し男性88人である。 一世帯あたりの収入中央値は26,475ドルであり、一家族あたりでは3762ドルとなる。男性は26,792ドル、女性は2612ドルである。一人あたりの収入は13,439ドルである。約20%の家族と23.8%の人は、 緊急線より下であり、18歳未満人口の31.8%、65歳以上人口の15.8%を含んでいる。ヨーク市は人種や豊かさによって住む場所が分かれるセグリゲーションが生じている。国勢調査のデータをもとに、人種や所得で色分けした地図を見ると、ヨーク市中心部はアフリカ系アメリカ人やヒスパニック系ら、 人種的マイノリティが住民の6割超を占める一方、市外は白人住民が多いことが示される。市中心部の世帯所得は約2万2000ドルだが、市外は6万ドル以上の地域が広がる。ストランドイコールキャピトルパフォーミングアーツセンターよ区には、ストランドイコールキャピトルパフォーミングアーツセンターがある。これは国民的に称賛された出し物をこの地域にもたらす。 役割を果たしている。最近の出演者には、ケニー・ジー、ビル・コスビー、B.B. キング、ベラ・フレック、ジョージ・カーリンなどがいる。歴史的なキャピトル劇場では独立系や、海外の映画を紹介しており、手に入りにくいが大変な賞賛を浴びた映画が、ヨークで、のみでの興行となる。最近新しくなったストランド、キャピトルパフォーミングアーツセンターから、ストランドスタジオもできた。 ここでは、ジャズアコースチックの生演奏が公開で聴ける。1787年に開設された、ヨークカレッジオブペンシルベニアがある。またビジュアルアートのペンステートヨークや、ブラドリーアカデミーがある。歴史的なヨーク祭りはこの地方で最古と言われ、ルーツを探れば1765年まで遡れる。毎年9月に丸々1週間と、その前後の週末を合わせて10日間開催される。 場ョやゲーム、コンテストといった、よくある祭りの呼び物の他にも、多くの音楽家、例えば、アラバマ、アーロン・カーター、クレッチェン・ウィルソン、キャリー・アンダーウッド、トビー・キースやレイノアド・スキナードを招待して、地域に認められている。ヨーク軍、ヘリテージ・トラストは、非営利教育機関であり、収集品を保存したり、歴史的な場所、美術館を使って、ヨーク軍の人々に、 歴史や文化の探索の機会を提供している。ユートは8カ所の歴史的な場所を維持しており、ヨーク軍の300年にわたる豊かで変化に富んだ歴史を保存している。ユートは1999年に、ヨーク軍歴史協会とヨーク軍農業、産業博物館が合併して作られた。現在のユート歴史的場所には、ワーカーズハウス、ゴールデンプラウサカバ、 バーネット・ボブログハウス、ボンハムハウス、旧イースタン・マーケットハウスが含まれている。1992年に AIM は6つの建物よりなる複合産業史跡を購入した。そのうち3つの建物は改装されて産業に関する収集品を収めている。ユートは1年中様々な楽しいまた興味ある催しを主催している。ヨーク市には ヨークレボルーションという唯一のプロスポーツのチームがある。以前に在籍したヨークホワイトロージズがいなくなって36年間の空白の後にレボルーションがその穴を埋めた。ヨークレボルーションは植民地時代の歴史にちなんで名付けられた。ヨークレボルーションは近隣のランカスター氏との間の公的主関係を受け継ぐことになった。ホーム球場は ヨークのアーチ通り近くに建設中のソブリンバンクスタジアムである。この球場には野球殿堂入りしたブロックスロビンソン三類種を称える広場と銅像が作られる。ロビンソンはホワイトロージズで1955年にデビューした。ロビンソンは現在ヨークにプロ野球チームを復活させる組織の特別アシスタントとアドバイザーを務めている。ソブリンバンクスタジアムは完成すれば 野球場では一番高いフェンスで有名になる。左翼フェンスの高さは37フィート8インチとなり、ボストンレッドソックスのホーム球場フェンウェイパークのグリーンモンスターを超えることになる。ヨーク市にはプロのアイスホッケーチームはない。アメリカンホッケーリーグのハーシーベアーズが市場の一つとしている。ハーシーベアーズの名前はチョコレートのハーシー医者から取られている。ヨークには セミプロのフットボールチーム、ヨーク・シルバー・ビュレッツがある。ヨークは、サスケハナ渓谷、サスケハナバレー、ハリスバーグ、ランカスター、レバノン、ヨークメディア市場の一部である。この市場にある主要、テレビネットワークのローカル局の中で、ホックスの電波を受けている、WPMT が唯一ヨークにある。他には、ランカスターのワゲル、ハリスバーグの WHTMTV、 WHP, TV, WE が視聴できる。ヨークの南方にあるボルチモア市場のテレビ局から受信している視聴者も多い。ポップミュージックのラジオ局はスバは1960年代から1970年代にかけてヨークばかりではなくハリスバーグやランカスターからの聴取率を稼いだ。現在はニューストーク局となっており、サスケ花放送の主要局である。 本部はヨークにある。ヨークは小さくはあるが、日刊誌が2つあることでも、特徴的である。ヨークデイリーレコード氏は、月曜から土曜の長官、ザ・ヨークディスパッチ氏は、月曜から金曜の夕刊を発行している。ヨークサンデーニューズは、唯一の日曜紙である。ヨークの公共交通機関は、市内や金号区間を網羅するバスである。ラビット,トランジットは、 他の公共交通機関の例に漏れず収益の確保が困難な状況にはあるが近年のガソリン価格の高騰を追い風にして新しい顧客確保に努めている。グレーハウンド、トレイルウェイズの停車場がヨークにありそこからはグレーハウンド路線でハリスバーグ経由、シラキュースあるいはボルチモア及びワシントン DC へ行ける。トレールウェイズ路線ではランカスター経由 フィラデルフィアおよびニューヨーク行きがある。ヨークには商業空港がないのでボルチモアワシントン国際空港を利用することになる。ハリスバーグ国際空港の利用も増える傾向にある。ヨークの東24マイルのランカスターからはフィラデルフィア行きのアムトラックを利用できる。姉妹都市歓迎の看板用具は公式に次の都市と姉妹都市を結んでいる。旧世界から持ち込まれた。 ハットフィールド家とマッコイ家の争いのもじりで、ヨークの人々は、近くのランカスターの人々と共にしばしばジョークを、戦わせてきた。これは、バラ戦争の紛争当事者が、ヨーク家とランカスター家だったことによっている。バラ戦争オールスターゲームが、毎年サンクスギビングデーの週に、ヨークで開催される。これは、ハイスクールのフットボールゲームであり、ヨークアダムスとランカスターレバノンの、 各リーグから選抜された選手が出場する。現在はハーシーで生産されているチョコレートは1940年にヨークで創業したヨークペパーミントパティが始めたものである。ニューヨークワイヤーカンパニーはヨークにあり、アンプなしかつ楽器からのものではない音の出力で世界記録を持っている。毎年クリスマスイブにボイラーを使って圧力を上げ、続いて 複数の管を通して放出することで音を出しており、原理的にはスライドホイッスルに似ている。この音楽の音は 140dB に達し、気象条件によって12から14マイル離れたところでも聞こえる。夜半にかけていろいろなクリスマスミュージックを触りだけ演奏している。この伝統は1925年頃に始まったということである。ストーファービスケットカンパニーは、 動物系クラッカーを生産し、大手ディスカウント店で売り上げを上げている。ありがとうございます。